正的補助義時討てと言葉上皇を言うの西面の武士率いて上級の乱を起こす御家人同様鎌倉幕府の執権は北条義時岡崎将軍は藤原頼経尼将軍政子が頼朝の恩義語れば泰時や時房御家人団結朝廷敗北後京都に六波羅探題を枯れて言葉大きい純徳は佐渡へ土帝は土佐へ流罪シンポジトをシンポリポで置いて西国支配しよう三代目泰時は執権補佐の連助を置いて評定衆集めて合議で決定御成敗式目裁判の基準定めて道理先例に基づく武家法を定五代目時より三浦安村倒す法治合戦皇族将軍宗隆之を迎え朝廷というは引き付け衆で裁判迅速か図りながら宣誓するんでしょう地頭と荘園領主が揉めて解決どうやってできる地頭に全部任せて年貢を納めさせる地頭受けもあるけど土地自体を二つに分ける下地中部もあるのその結果地頭は自分の土地を手に入れて支配してゆく